アンヘレス、まあ、フィリピン移住ですね、したい人がですね、やっぱり YOASOBI を楽しみたいということで、男性ですよね、まあ、やっぱり独身男性とかですね、YOASOBI 楽しみたい、アンヘレスってやっぱりフィリピンの中では一番の観光スポット、歓楽街ですよね、になってます、YOASOBI したい人に。まあ、いろんなところからですね、フィリピン中のいろんなところからこう女性が来て、まあ、いろんな人がいるっていうのと、まあ、治安もですね、まあ、イメージの悪いマニラよりもですね、実際、まあ、良くて、まあ、ただ YOASOBI っていうと、やっぱりいろんな人がいて酔っ払ってですね、そういう喧嘩みたいなのとか、あとは、まあ、そういうセットアップが怖いですよね、いわゆる、罠にはめてくるのがあるので、その辺は気をつけてほしいなと思います。あとはやっぱり一部の地域でやっぱりエイズがですね、まあ、タイほどではないようなんですけども、フィリピンでもですね、広がっているので、まあ、そこは当然気をつけてほしいなと思います。ちゃんと守るとか守るということですね。で、エルミタですね。